おはようございます。ともショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。いや、ちょっと今起きて、朝のトレーニングをして、今からジュースを飲みます。いただきます。あー、美味しい。今日もいつもと同じようなメニューで、もう砕いちゃったんですけど、リンゴ半分と、ライム、レモンが1個ずつで、みかんが3つで、ニンニクが1片で、あとはヨーグルトなんかも入れてます。そう、ニンニク1片入れたって言ってるんですけど、全然ニンニクの味はしないです。なんかみかんとレモンとライムの味がもう 95% ぐらいなので、すごく美味しいです。はい、という感じでやってますけども、一応このチャンネルはブログ形式でやっていますので、今回のタイトルにあるテーマを話した後もまたブログ形式でこの後やることもちょっとお見せしていきます。ぜひぜひ、よろしくお願いします。で、今回どういうテーマで話そうかなって思った時に、久しぶりにネントレ系の話をちょっとしたいなというふうに思いました。このチャンネルを登録してまだ日が浅い方は、何メントレ系って何、偉そうに説教するつもりっていうふうにちょっと思うかもしれないんですけども、僕が2014年の12月11月頃に起業をして、起業した直後、起業した最初の月は利益で5万円でした。5万円ですよ。その時住んでいた、その時品川に住んでいたんですけど、家賃が7万円だったので、もうアウトですよね。もうアウトですよね。そう、もう赤字です。なので、これやばいなと思って、きついなと思って、アルバイトしながら、そっちは安定的な収入を得ながら、こう自分のビジネスを育てていった方がいいのかななんていうふうに思っていたんですけど、不安で仕方がなかったですし、その親にも相談し、まあできたんですけど、全然できたんですけど、でもなんかその親に、そのできてない自分を見せるのがすごい恥ずかしかったりとか。なので僕はその起業したもののうまくいっていない自分を周りに一切言わなかったです。そう。まあ今は言えますけど。で、その時っていうのはもう自分で全部抱え込んでいたので、もう不安でしょうがなかったですし、その将来の不安なんかもめちゃくちゃありましたし、もう将来って言ってもう来月ご飯食べられるかなみたいな、そういう不安だったんですけども、まあそういうのもありました。で、その不安だったりとか、そのお給料が5万円の時から、その復活できたというか、立ち直れたというか、その現状を脱出できた、そのきっかけになったのが、メンタルトレーニングなんです。そう、なので、はい、君たち座って、はい、メモ取って、はい、今から喋るよっていうのではなくて、僕が教えてもらったことを、あ、これいいなと思ってシェアしてるっていうだけで、その僕も実際、現在進行形で、そのメンタルトレーニングを実践中だったりするので、全然そんな偉そうなこと言うつもりもありませんし、あなたが興味がある場合に聞いていただければ、全然それでいいです。もしあなたが、いや、そんなに興味ないしって思った場合は、ぜひ戻るボタンをポチッと押して、他の動画をお楽しみください。ちょっと前置きが長くなりましたけども、じゃあ早速今日のメンタルトレーニングに入っていきたいと思います。じゃあ早速シェアしていきますけども、今回はこの質問を答えていくと、あなたはお金を貯める体質になっていきますよっていう質問です。なんか聞くだけでお金を貯めるっていうと、なんかその音楽かなとか、なんかイヤホンにつけてなんかピーっていう音を聞くだけでお金が貯まるのかなみたいな、まあそういうのをちょっと想像するかもしれないんですけども、入っていくお金よりも出ていくお金の方が少なかったら、まあ貯金できるよね。それが貯金ということで、まあ、ここで認識をちょっと合わせておきましょう。20個、今からシェアしていきます。で、それぞれの質問に、なんでこういう質問をするのかっていう説明を付け加えていくと、軽く2時間は超えていきそうなので、今回はちょっと質問だけさせていただきます。はい、じゃあ早速いきます。はい、じゃあまず1つ目。あなたのお財布や口座の残高は把握していますか？あなたのそのお財布であったり、口座の残高を把握していますか？2つ目。買い物リストを作っていますか？そのあなたが何かを買う前、そのスーパーに行って食材を買う前だったり、その家電量販店に行って、そのなんかその物を買う前に、買うものリストを作っていますか？三つ目、現金主義か。お金を失う感覚、お金を使うときに、あ、お金使ったよ、自分の残高が減ったよっていう、そういう感覚はちゃんと身についていますか？っていう質問です。四つ目、レジにある商品、レジにあるガムだったり、なんかそのおやつだったりっていうのを買いますか？五つ目、買う前にその商品の価格をリサーチしてますか？六つ目、ショッピング番組はブロックしていますか？はい、深夜にショッピング番組見る人結構いますけども、あなたはそれを見ていますかと。七つ目、クレジットの支払いは月末に完済していますか？まあ、支払い能力の部分だと思います、この質問は。8つ目、レシートはちゃんとキープしていますか？という質問です。
まあ、会社員になるとそのレシートを管理するっていうあんまりそういう必要性はないかなというふうに思うんですけども、起業した途端にそのレシート1枚の価値っていうのがめちゃくちゃ上がるので、まあその質問が入ってるんだと思います。9個目、ディスカウントまで待ちますか。まあその商品だったりとかがこうなんかこう値下がり値落ちして価格が底値になった時に買うのがまあ理想っていうふうな意味なんですけど、その新製品が出たっていうの一番高いところを掴んじゃうと、あともう価値が下がるだけですから、そういう無駄遣いはしてませんかみたいな、そういう質問だと思います。10個目、ストレスを抱えていたり悩んでいたり疲れている時にお金を使いますかっていう質問です。今ネガティブになっているその状況を脱出したいがために無駄なお金を使ってしまうっていう傾向があるそうです。ということで、あなたがお金を使う時のその10個の質問をシェアさせていただきましたけども、次は貯金に関する質問を10個させていただきます。まず1つ目、毎月決めた金額を貯金していますか。理想は収入の 10% らしいんですけども、まあそうじゃなかったです。まあ1円でも10円でもいいんで、決まったお金ですね、決まった金額、貯金できますかという質問です。2つ目、貯金は金利が一番高い口座に入れていますか。まあこれはちょっと日本では通用しないというか、日本はもう金利合ってないのもんなので、これはもうこの質問をした人がアメリカに住んでるからっていう理由なんですけども。3つ目、口座に最低残高を残していますか。日本は別に口座の残高がゼロでもいいじゃないですか。でも海外になると、例えば最低60万なきゃその口座が凍結されちゃうとかっていうのもあるので、せっかく口座に入れていたお金がパーになっちゃう可能性もあるので。そう、4つ目、銀行のすべての手数料は把握していますか。もうもはや銀行は今手数料ビジネスですから、入金はないと思うんですけど、お金を下ろすとき、あとどこかに振り込むときにもう何百円かかりますもんね。金利のはるか上の金額を一瞬で持ってかれるわけですから、まあそういうのをこう繰り返してまあちょくちょく下ろしてたりすると、もう手数料だけで貯金がどんどんなくなっていくっていうのもありますもんね。5つ目、出費は収入を下回ってますか。まあ、もうちょっと簡単に言うと、出ていくお金っていうのは入っていくお金よりも少ないですかっていう質問ですね。はい。これは分かりやすいと思います。6つ目、あなたがもし借金をしている場合、ローンであったり、融資であったり、奨学金であったりを組んでいる場合に、その借金完済を人生の最優先事項にしていますかっていう質問です。まあこれを質問した人曰く、借金返済以上にリターンの高い投資案件、まあビジネス案件というのはないそうなので、精神衛生面的にも借金返済を最優先事項にした方が後々幸せになるよっていうふうに言ってました。7つ目、子供の学費を貯金していますか。まああなたがもし子供がいる場合は、ちょっとあんまりこれ当てはまらないかなというふうに思うんですけども、まあ僕みたいなこの独身男性にとっては結構グサッて刺さる質問で、僕全然ここできてないんですけど、子供を持った瞬間にもう貯金っていうのはもうガガガガってもう一瞬でなくなるぞみたいな、どんどん減るぞみたいな感じで言ってたので、その今のうちからその子供の教育に関する貯金をしていきましょうっていう質問でした。はい。次、8つ目、マイホーム購入の頭金分を貯金していますかっていう質問です。これももう全然できてないんですけど、僕はまああなたがマイホーム購入したいってなった時に、そのマイホーム購入する時っていうのはだいたいこう頭金で 20% ぐらい入れるのがまあ相場、それぐらい入れとかないと後々もう不幸になっちゃうよっていう。9つ目、昼食は弁当を作っていますかっていう質問です。ランチ代であったりカフェ代って地味にそのお財布に響くので、そこら辺の出費をちゃんと抑えて、お弁当としてちゃんとお弁当を持っていってますかっていう質問です。10個目、緊急事態のための貯金はしていますか。あなたがもし会社員の場合はもうある日突然クビになりましたとなった時に、こう3ヶ月ぐらい生きていけるための貯金はしていますかとか、誰かがバタッと倒れてしまった時のその医療費を出せる貯金はしてますかっていう、まあ、ということで以上10個10個でまあ合計20個やったわけなんですけども、はい、どうでしたか。まあ、この質問をシェアしていただいたのが大体もう1年半前ぐらいになるんですけども、今見返してもやべえできてねえみたいな感じで結構思ってます。でもこれぐらいその出費を抑えて貯金を増やすってことを意識しておけば、もうガードはバッチリ固まるので、そうもう本当にこれやっとけば、まあ収入のその大きい少ないに関係なくガードを固めて、あなたもそのしっかりと貯金をできるんじゃないかなというふうに思いました。本当にこうあくまでもこう僕が教えてもらったことをあなたに、あこれいいなと思ったからシェアしてるっていう、まあ、そういう感じになるんですけども、なのでこんな感じでまあこれからもですね、シェアさせていただきますので、もし興味がある方はグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ
大変嬉しく思います。はい、じゃあということで今からあのブログスタイルで動画を撮っていきますので、これからはあの本当に興味がある方だけ、見ていただければなというふうに思います。はい、そうこうしている間に時間が来てしまったので、じゃあ行きましょう。あれ止まった、なんかこれが詰まっちゃったみたいです。まあ無事に取り出すことができてよかったんですけど、ここはどうだ、こちらから。はい、ありがとうございます。もはやこれは通らない気しかしない。新橋の方に行きました。じゃあ今から汐留の方に向かいたいと思います。って言ってももうあとなんか30分で始まっちゃうんですよね。急ぎましょう。確かここら辺なんですよね。確かここら辺です。いやそれにしてもやっぱ歩くって気持ちいいですね。めっちゃいい天気。はい、でここに入ります。はい、終わりました。じゃあまあせっかく来たので、ここら辺ちょっとツアー、まあ、探検をして、でそれからお腹空いたので、ご飯食べに行きたいと思います。それでは行きましょう。あ、こういうのなんか家にあったらおしゃれですよね。で、あのお手洗いルームなんですけど、めちゃくちゃ広いです。うわすげー。はい、どんどん行きましょう。で、ここがなんか開けた空間になってるんですよ。そう、こっちがロビーで、でこっちがラウンジの部分ですね。このラウンジめちゃくちゃおしゃれですね。そうで、こっちはこういい眺め。うわ、この眺めですよ。この眺めですよ。めちゃくちゃ贅沢ですね。今度あの窓際の席でコーヒー一杯でもちょっと飲んでみたいと思います。よし、じゃあ今日の撮れ高バッチリってことでご飯食べに行きましょう。はい、じゃあ降りましょう。いや楽しかったな。勉強になりました。って言っても今は YouTube 撮影なのであんまりこう今の本業の話はしないですけど、まあ、とりあえず物販です。ネットワークじゃないですよ。よいしょ。1階でよし、ね。いやなんかこういうたまにあのちょっとしたこうイベントがあるとあの気分がまた切り替えて楽しいですよね。お腹空いたらさっきあの朝のジュースしか飲んでないのでもうお腹ペコペコです。でも汐留なんかあるかな。そうそう、ちなみにここがあれですよ、あのテレ朝 の, あの お天気キャスターっていうかその撮影をするところです。説明下手かって。あ、なんかあそこに食べるとこありそうですね。あ、ちょっとここで食べてみましょう。やってんのかな、誰もいないんだけど。やってんのかな。こんにちは、すみません、やってますか。はい、やってます。あ、いらっしゃいませ。あ、やってた、やってた。あ、やってた、やってた。うどんと鶏とエビですね。じゃあこちらをいただきたいと思います。衣を抜くとこんな感じ。ごちそうです。いや美味しかった。これはどういう意味があるんでしょうね。完全にお尻に頭を突っ込んでるっていう図ですよね。ここも何とっても絵になりますね。あ、そうそう、日テレでした、日テレ。そう、お天気のあの人がいますね。そう、何太郎とかってやつよね。はい、という感じでやってきましたけども、いかがだったでしょうか。今回シェアさせていただいたメンタルトレーニングっていうのは僕自身も全然できてませんので、であとその今回の質問の内容を考えなくても自然に貯金ができてるっていう人もいると思います。今回の質問がなんかもう全てだっていう感じでもないので、なので今回質問を聞いてあなたが、あ、
こういう考えちょっと新しいなって思ったらそこを取り入れていただければなというふうに思います。まあ、貯金額が増えていくと心も体も身軽になるのは皆さん同じだと思うので、一緒に貯金を増やしていってなんかどんどん身軽になっていきましょう。なんかそのケチケチして貯金ばかりして何のためにお金を貯めてるのかわからないっていう状態になるのはちょっと怖いので、まあ、そこら辺はちょっと気をつけていただきたいんですけども、まあ、という感じで、一緒に身軽な人生を送っていきましょう。はい、ということで今回もちょっとでも面白かったで参考になりましたということでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。